何もメンテナンスをせずにハサミを使っているとこんな感じで黒くなってきてしまうと思います。普段僕が使っているのはじゃん、刃物クリーナー。はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は3月の19日です。もう春っぽくなってきて、ガーデニング園芸日和になってきているかと思います。園芸ガーデニングで皆さんが一番使う道具って何ですか？今回はこちら、園芸ガーデニングをしている上で一番使う道具の一つである、こちらハサミのメンテナンスの仕方について私なりに動画を撮っていきたいと思います。今回の動画を見ていただければ、ハサミのメンテナンスの仕方がバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はこちら、私たちの農場でも切り戻しとかピンチなどでよく使うこちらハサミ、皆さんも園芸とかガーデニングしていたら剪定でしたりとか切り戻しピンチなどでハサミを使う場合が多いかと思います。あとはですね、挿し木とかをする場合にも使ったりとか、そんな形でハサミを使う時が多いかと思うんですけども、何もメンテナンスをせずにハサミを使っているとお花とか植物を切ると、植物のアクがハサミについてしまって、ずっとほっとくとこんな感じで、これよりももっとひどくね、黒くなってきてしまうと思います。切れ味もたくさん使うと落ちてしまいますし、特にピンチとか切り戻しだったらまだいいんですけども、挿し木とかをする場合にはハサミが清潔ではないとバイ菌が入ってしまって根が出る確率が下がってしまう可能性も多々あるかと思います。なので今回はこちらハサミのね、私が普段農場でしているメンテナンスの仕方について詳しく撮っていって、あとは通常のですね、消毒の仕方についてもお話ができたらと思います。では早速ハサミのメンテナンスをしていきたいと思います。園芸チャンネル、はい、こちらね、今からハサミのメンテナンスをしていきたいと思います。こんな感じね、先ほども言いましたけども、アクがついて黒くなってきたりとかしています。でまずね、このアクを取りたいので、普段僕が使っているのはこちら、じゃん、刃物クリーナー。これ結構ねいいんですよね、アクが取るのに。これをね、直接散布して少し置いてタワシャでこすってもいいですし、薄めた液をですね、バケツなどに貼って30分とか1時間置いた後にたわしてこすってもいいと思います。ちょっと今回はこちら直接かけてやっていきたいと思います。ちょっと今日はね、僕素手でやるんですけども、結構ね手が荒れる場合があったりするかと思いますので、本当であれば手袋をしてねやってもらった方がいいのかなと思います。ではね、これを散布していきます。これ刃物クリーナーね、素で触るとちょっとねぬるぬるして、多分アルカリ性なんだろうな、これ。そうですね、アルカリ性なので、ね、ちょっとね素で触るとぬるしちゃうので気をつけてください。でちょっと軽く、こすってみるとこんな感じでね、さっき黒かったところがアクが取れています。こんな感じで、まずね簡単ですけどアクを取りましょう。この後ね、ハサミを研ぐんで取らなくてもいいかもしれないんですけども、取った方がね気持ちいいので、こんな感じで取っていきます。ちょっと水を入れます。こんな感じで
全部はねなかなか綺麗にならないんですけども、最初よりはアクが取れますので結構おすすめなんで、もし磨きたら買ってみてもらってもいいかと思います。じゃあね、まず最初にこんな感じでアクを取りました。でやっぱしねこれから研いでいかないといけないので研いでいきたいと思います。よいしょ、こんな感じで研ぎ石をセッティングして研いでいきたいと思います。独学なんであれですけど、こんな感じで感じで綺麗になってきますので研いでいきます。はい、こんな感じで研いでいつも完成しています。全部はねなかなかきれいに取ることはちょっとできないんですけども、やっぱしね研いだものと研いでないものを見ればだいぶ違いがわかるかと思います。ただねやはりなかなか家に研ぎ石とかがない方も多いと思いますので、こういったものがない場合はこういった棒やすりみたいなもので研いでもらうといいと思います。こうねハサミを開いていただいて自分でこう角度をつけていただいてこんな感じで研いであげるといいと思います。ホームセンターとかエンゲージさんに行けばこういったねやすりとかも売ってるかと思いますので、研ぎ石がない場合はこういったものを使ってもらうのはいいと思います。ただ頑固な汚れとかついている場合だとこれだけでね全部を取ろうとしてもなかなかこんな感じで取れないので、ヤスリとかの方が良かったりもしますので、もしよかったらねヤスリで研ぐの一回やってね綺麗になるのをやれば、ヤスリで研ぐのって結構やみつきになるぐらいハマるかもしれませんので、一家に一台ヤスリを買ってもらうのもいいかと思います。でヤスリを買う時の注意なんですけれども、盤目というかこのヤスリも目の粗さがありますので、今回は僕一つしか使ってませんけども、少し粗いやつと目が細かいやつを買って、粗いやつでまず研いでいただいて、細かいやつで最後整えてもらうっていうようなね、調整の仕方もあるかと思います。これであとはこれをつけて完成です。例えばここね、ガタガタだったりする場合は、ここのこのね出てるポッチみたいなところをトンカチでトントン叩いてこう詰めてもらったりすると、このハサミのガタガタなども取れたりしますので、こんな感じで緩んでる場合は調整をしてもらうのもいいかと思います。ゆるゲームチャンネル、はい、じゃあこんな感じね綺麗になりましたので、今度は実際に普通の剪定とかピンチであればこれでいいんですけども、挿し木をする前にする私なりの消毒について話をしていきたいと思います。挿し木をする時の消毒でいいのが一番簡単なのが、熱湯で煮沸する消毒が一番簡単です。100度ぐらいに沸騰した熱湯に、まあ、5分とかそのぐらいつけて置いておいて、その後に挿し木などをすれば熱で細菌の細胞も壊れてしまって病気になったりとかするのを防げますのでおすすめです。あとはですね、ウイルス対策として
リン酸第三ナトリウムというものがウイルスに有効です。こういったものをですね、規定の倍率に希釈して使う前につけたりとか、一回使ったものを違う植物とか違うお花に使う場合にですね、もう一回つけて違う花を切り戻し、ピンチしたりなどに使ったりしています。こういったものもね、買ってもいいんですけども、こういったものは業務用なものなので、市販でよく売られているのはビストリンという、確かね、混ざったらごめんなさい、確かビストリンっていうですね、ウイルスに効果がある液剤がありますので、そういったものを楽天とか通販で買われたらいいのかなと思います。あとはね、アルコール消毒などもたまにやったりします。まあ、基本的には、まあ、熱湯消毒をしてね、特に挿し木をする場合は熱湯消毒をして、あと挿し木の品種を買うときに、ウイルス病のこういった材のものにつけ置きをしたりなどすれば問題ないかと思うのでいいんですけども、熱湯消毒ができないときはこういったアルコール消毒のスプレーを刃先全体にかけて挿し木などをやったりもしています。園芸チャンネル、はい、ということで今回はハサミのメンテナンスの私なりの仕方について動画を撮っていました。あと補足で1点お話をしたいと思います。ハサミを購入されるとき、園芸ガーデニングで使う場合は屋外で使う場合が多いかと思いますので、できたらハサミ全体がプラスチックでないものを購入された方がいいかと思います。特に持ち手がプラスチックのもの、これはね、こういうふうにプラスチックのラバーみたいな感じで鉄をコーティングされているんですけども、こういったものだったら問題ないんですけども、持つところがプラスチックのものだと、通常の紙を切るようなね、ハサミだと太陽の光に当たりすぎると劣化して壊れてしまう可能性がありますので注意が必要です。選ぶ時のポイントにしてもらえたら嬉しいです。これから春夏となるにつれて植物を切り戻し、ピンチ、あと挿し木などをする場面が増えてくるかと思いますので、皆さんのハサミちゃんとメンテナンスをしていただいて使っていただくことで、ウイルス病の予防にもなりますし、やはり綺麗なハサミを使っている方が園芸ガーデニングやる時の気持ちもルンルンになるかと思いますので、ぜひメンテナンスをしてもらえたら嬉しいです。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいていいねと思われた方は、ぜひ高評価お願いします。ゆうきの園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まだで園芸ガーデニングが好きな方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますので、ぜひ応援よろしくお願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。